じゃあ30歳の時に谷口先生術研究所ってサイト見て面白いと思われて、それで、うん、でまあその時には、うん、あのその時に正直言って、うん、そのこの27度が自分の体温だということを知って、はい、ピンときたっていうほどでもなかった、うん、なかったんだ、はいはいはい、でもそれ後年また私が改めて、うん、まあ、40歳ぐらいですかね、うん、で、うん、40前ぐらいかな、うん、でその時に改めてサビアに出会った時に、うん、この度数が一番ピンときたんですね、うん、あ、松倉さんのね、この度数だっていうか、あの、うん、改めて自分の度数なんだっていうことをした時に、なるほどと、そういうどこら辺でピリッとこれだってことかな。でどういうことかっていうと、その自己卑下的なことっていうんではなくて、うん、自分がやろうとしてることが、うん、もう非常に伝統文化を支えることに組みしているんだと、そういう自覚がこれからものすごく感じられたんですよ。鈴木さんにとっての伝統文化とは何だったんですか？それは一番は、うん、あの自分が江戸っ子であるとか、うんうんうん、そういったことについての、うんうん、アイデンティティですね。うん、今ノイズとかサビアンとかやってるじゃないですか、音楽とか、ね、先生術とか、それが江戸っ子とどう結びつくんですか？そこはあの直接江戸っ子として結びついてるってわけじゃないんですけども、自分のその、うん、自分を育んできた、うん、あの、うん、文化がどういうものかっていうことで、それは江戸っ子的なものだよと、それにはもう一定のアイデンティティをもうどうしたってその自分が投影して持ってしまうものだし、だからこそその江戸っ子的な、例えばこうねガラッパチのベランメーな文体とか態度とかフェミニズムとか、フェミニズムへの抵抗とかそういったものがその非常にスタイルか、スタイルとしてスタイルとして出来上がってるってことだね、あ、というか、それこういう価値観に、その江戸っ子的な価値観というものに自分のアイデンティファイするも、あのモデリングとして合わせてみるっていうことによって、で表現がそんな風に自分の表現が確立されていくという感じですよね。に出てきたわけですね。でそれに対しても気負いとかそういうものはないよね。まるでないわけですね。それが儚い存在でみなしながらも、まあそこを、なんかリソース引っ張ってきてるっていう、ね。そう、そういうことです。それはだから別に私が特段そのクソやじ頑固やじっていうわけじゃなくて、昔からそういう下町のそういうおっさんっているわけじゃんっていうのがあって、私はそれをそんな口ぶりで言ってるに過ぎないですよ。今日時代遅れかもしれないけどね。30代の時は色気づいててダメだったのが、40だったらだんだんマッチしてきたというかね、ピッとして、30代別にその最初にね、さっきも言いましたけど、別にピンと来なかったとはいえ分からなかったわけじゃないんですよ、自分の体感上では その、そっちの方に自分が傾くという意識がそんなになかったのが、40ぐらいになったらやっぱりポンと分かるようになったっていう、その意味ではホキーノートって伝わりやすいんですね。集団の欲求に対する平和的な適応、そういうことです。気負いがないと、そう思います、そこは強調されたいというか、したいところですよね、適応はしてますよと、でその調節っていう出てますから、そこでバランスを取ってるってことが大事なんですね。だからその、まあ、もう一回言いますけど、その自身を儚い存在とみなすことって書きましたが、その必要以上に自己卑下を貶めているわけじゃなくて、むしろあの謙虚さの表れと言いますかね、あの私はやってることはこんなもんで、それはもう昔からこの伝統的な私は育った文化と文化圏の中では、昔からそういう人たちがいっぱいいて、でこんな風にやってきてますよっていう、それぐらいの訴えに過ぎないわけですよね。じゃあここを体現している人っていうのはどの方がいらっしゃいますか？有名俳優でございますが、デニス・ホッパーですね。あの太陽が同じ場所、同じ誕生日の人をみんなどう見なすんでしょうね。北原さんもそういうことは、ね、いいのか、いいのはいいねみたいな、いいのとかね、フリップとかついて、そのどんな感じがするのかって思います。それは好感はやっぱ持つわ、持ちますよね、あの落ち着きっぷりとかそういうものはね。で、まあ、
話して、その時の収録で話しましたけれども、うん、じゃあイーボがその場を提供するっていうような存在の、うん、広い公園25度であって、うん、でそれを通じて、うん、あのいろいろ音楽を世に配していったっていうところが、まあ、共感はありますか、うん、いやそういうことです、うん、じゃあ自分はこのデニス・ホッパーに共感はするわけですか。はい、彼は、私とかで見ると薬中でラリって死んでた人みたいな、いやそんな大雑把な人はないですけどもあの認識しかないんですけど、はい、実はどういう方なんですか。もう、うん、なんつっても俳優として非常にクレバーで達者な人でした、うん、なんだっけ、なんか、バイクのイージーライダーですね、はい、で名前だけは知ってる人いっぱいいると思う、うん、そうですよね、うん、アメリカンなんかアメリカンニューシネマですよね、そういった、はい、アメリカンニューシネマ の代表作とも言えるイージーライダー、うん、まあ、そうやってバイカーのロードムービーでありますけど、うん、まあ、非常にそういうあってもバイクつるんでこうやって走ってるような、うん、そういったようなならず者たちの、うん、生態をそうやって追っていった、うん、まあ、ロードムービーとは言えるじゃないですか、うん、いわば、うん、でそれが何なのかっつったら、うん、それはまさにアメリカの自由という伝統なんですよ、はい、文化ですね、そう、自由の国、うん、アメリカの正統的な伝統なわけですよね、うん、それね、うん、でも弾いてるっていうのはどこに現れてるんですか。弾いてるっていうかなんか、まあ、その淡々と そういったところにバイクが没入してないっていう意味合いでのその聞いたところって、自分がだからそれ単にバイクを乗り回しててぐわーっとやってるというのは、それは自由さを自由さを表してるわけなんだけれども、自分がそれは自分がそうやってやってるのはもう、これは俺がやってんじゃなくて、俺だけがやってんじゃなくて、はい、アメリカの精神としてそういうのはあるんだぜという、そのぐらいの冷めた距離の取り方っていう、冷めてるというのは達観してるみたいな感じ。達観というのも、要するにおっしゃって距離を取るっていうことですね。彼は他には何か出てるんですか。まあ、非常にね、うん、例えば、うん、有名なところだと、うん、デビッド・リンチが撮った、うん、ブルーベルベット。あそこ出てんだ。ご覧になりました、私見たけど、ここどこに出てたか。だそれこそ薬中ってイメージがなんか疲れてましたけども、うん、まさにこの作品の中でそういう役だったじゃないですか、うん、あんで、あのイザベル・ロッセリーニが演じている歌詞がいましたけども、うん、はい、ブルーベットだね、うん、でそこに対してなんか必要にこう、うん、ラリッ絡んでいくようなね、そういうジャンキーというか、まあ、その気違いはそのものみたいな、ね、あ、テレビじゃないからよかった。それもアメリカの何だろう、なんか自由の裏返しみたいなと、うん、っていうことですね。でそれこれアメリカ映画ではないんだけれども、うん、だから、まあ、とにかくそういった、うん、自分の生き様というものが非常に、うんうん、すでに何かに先取りされ、うん、思想的には先取りされているというね、そのことが一番大きな、うん、ああ、じゃあなんか中の文化の体現者になっちゃうみたいな感じですよね。よね、本人はそれに対して一歩引いてるみたいなところもありますね、だけれども、まあ、本当おっしゃる通り、その体現者としてなんかその、反逆のスターとかね、そういう感じシンボリックな存在に、うん、なって扱われることもあるだろうと、うん、じゃあ鈴木さんは何のシンボリックな存在になってるの？江戸子の？私はもう下町、ね、地元葛飾区立てして有名な、飲み屋に行けばよくいる、近所で有名なあれみたいな、あれ下乳すろぎですね、そこの地霊みたいな場を守る人みたいな、そんな感じ、まあ、そんなアイデンティティの取り方があります。一方ですごいですね、アメリカの自由を体現するデニス・ホッパーと、立石の自由を体現する、立石で飲み歩くクソ親父の自由を、そうね、立ち飲み屋によくいるあれ、そうそう、立石がもつ焼きの町ってことでも、そうなんだ、知らなかった、もう今やそういう風に、ね、
味しいのかな。美味しい、美味しいもつ焼き屋なんていうか、むぞむぞいっぱいありまして、うん、だからあのそういったなんていうんですか、下町のさ酒のさ、酒場をこうさ、あの探訪するのが好きな趣味の方っていっぱいいるじゃないですか、そういう人たちにとっては立石はいわば聖地ですよ。聖地なんだ、うん、面白いね。ま、マグロからビールまで、そういうところにこう生まれ育って、日頃年がら年中されて、なんか飲み合ってる有名なあれみたいな、有名なね、名前は知らないけどいつも行けばあのそこにいるあれ、そうそうそう、あいつじゃんみたいなね、ちょっとおかしいやついるじゃんみたいなね、まあ、その世界です ね。そこにあの自分をこう突入させていきましょう。突入というか、まあ、そういったカルチャーに自分自身アイデンティティを持ってるし、うん、統一化してる部分もあるなぁと、うんうん、そういうところですね。でもね、この話したら他のここの誕生日の人が黙っちゃいないと思うんだよね。もうちょっとなんか未来のあるっていうか、未来っていうかもっとレベルの高いでしょ、レベル高い話を。でも分かりますよ、だその、はい、私のことをちょっと話されるからあどうですかっていうことだけど、ね、それをじゃあ言えば、私の場合だって、うん、あの音楽というね、そのことについてはそれなりに、うん、まあ、非常に異端と見えるような音楽をやってますけれども、うん、あね、さっきねちょっとね、うん、YouTube かなんかで聞かせてもらったけど良かったです、うん、あの後で出てくる誰それさんに比べたら全然、うん、ね、音楽とかなんでもなんだろうな、うん、だからその先鋭的な、いわゆるアバンギャルドであるとか、うん、そういうふうに思われるようなことをやってはいますけれども、うんうん、一応はこれは音楽という広いね、文化の地形体の中で自分の位置づけというのは、もうすでにだから、あのいろんなアーティストがこれまで過去ね、やってきたっていうことに最大の敬意を払いながらも、自分はその末席にいるというようなね、自覚で、ね、接してるっていうのがありますね。音楽関係者が演屋もいますよね、はい、この度数でそうですね、演屋なんてのは文化っていうか、あの人どこだっけ、ケルトっぽいっていうか、ケルトというか、ケルト出身、出身どこでしたっけ、ちょっと待ってください、はい、どこだっけ、名前がスウェーデンチックだよね、北欧なのか、北欧なのか、ちょっと待って、あら、あ、出るオリノコなんとかパンとか、アイルランドです、ね、アイルランドなんだ、アイリッシュですね、アイリッシュなんだ、うん、じゃあこれすごく深く出てますよ、ね、まあ、ケルトってもそうですよね、じゃあね、鈴木さんのノイズもね、江戸っ子ノイズのノイズとやってみたら、それはしばしばねやってんの、うん、私面白いと思います。三社のお祭りのお囃子とかで、ね、太鼓の音みたいなの入れたりとかね、そういうのと、うん、花火大会の、そういうのと、じゃあ騒音の歪んだギターの音を混ぜるとか、ああそうね、工場の、うん、なんかね、現象みたいな、ね、うん、花火大会っていうのも、まあ、それはやったことあるんですよ、あるんだ、いまいちでしょ、もう少しの音響的に面白いものじゃなかったっていう、それだったらもっと積極的に、じゃあもっと深く伝統的な伝統芸能と、いわゆる伝統音楽と、極端に絡めた方が面白いと思ってますね。別にこう自覚してる、取り込もうと思って自覚してるわけじゃなくて、やっぱり自分がそのケルト音楽をベースに下敷きにしてって、うん、でそれが、うん、なんていうんですかね、自分の中でそれ表現するときに、うん、まあ、やっぱり一つ良いところになってるって、積極的に取り入れて、なんか、うん、オリジナリティの発見を、うん、っていうことはそんなにも考えてなくて、うん、少なくとも、うん、だからそれをこう、うん、なんていうんですか、ポップなそのサウンドの中で、うん、ああいったボーカルスタイルを展開していくっていうぐらい の、うん、アプローチなのかなっていう気がしますよね、うんうん、そしたらここにその所属する文化っていうのは別に日本でなくても、日本人の方が円屋みたいにケルトの方に共感するって言えばそれもありなんですか、それは入ってあるでしょう ね、自分のアイデンティティがそこだっていうふうに、決めてしまえば、決めてもそうです、そこに自分が同一することがあればね、で少なくともその日本人であったって、うん、まあそのた、まあ、例えばですけども、うん、これらはねじゃなくてね、うん、ロックやジャズに非常に、うん、精神的な、アイデンティティを見出す人っていうのもいるでしょうし、うん、でそれを、うん、それに対してこういう接し方をするっていうのはあるんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、そしたらその所詮俺がやってるロックなんてさ、そんな
黒人のそれにはかなわねえしさみたいなね、そういったことも、ね、まあ、自己卑下的じゃないけれども、うん、いくばくかそうやって思いながらでも、うん、ルーツ的なものをそこに見出すっていうね、うん、いうような感じにはなってくるのかなと思います。非常にあれじゃないですかね、日本人的なとか、まあ、ある種のたしなみのある場所、たしなみのたしなみっていうか、なんですかね、調節、うん、あ、調節っていうか、ね、できてますよと。その社会と関わる上で の、 そのどんな風にじゃ自分を出すのかという時に、こんなのね、やっぱり自分 の、 その立場っていうのを少しこう儚い存在とみなしながらちょバランスを考えるという、そんなような度数としてこの27度、私の太陽ですが、まあお考えいただければと、そういうことでございます。いかがでしょうか。よろしかったです。28度は今度は紅葉、ここでまたブワッと盛り上がってきますけれども、ですね、うん、これはどんな感じですか。26は演技をしたんだっけ、演じて、そして27では調節をして、で3番では紅葉するとということですね、うん、これはどんな感じなんですか。でそう今の27度では、うん、26、27の流れでは演技をして、うん、その文化的な所作っていうのを自分なりに最大限利用して自己実現をしていく、うん、で27度では少しそれから引いて、うん、文化はもうすでに自分がやりたいことは語ってくれてるよと、うん、に思うわけですよね、うん、そこでじゃあ今度28度でどうなるのかっていうと、うん、じゃあ社会的に正常とされるような行動様式、うん、そういったものとかにこう自分がそれを乗り越えるような感覚を持っていくという、うん、そういう度数ですね、うん、社会的に参加するんではなくてそれを乗り越える、うん、いうことです。もう一回言いますが、26度では、うん、それに求められたようなことをやった、はい、やってましたよね。でしかもその、まあ、それを楽しみながらなんだけれどもと、うん、いうことですよね、うん、でも27度はちょっと調節的にちょっと離れた、うん、でそんな風にじゃあ、うん、文化の伝統とか文化の所作っていうものについて、うん、ある程度 の、 距離感を保ったところへ、うんうん、で今度は28度で何をするかつったら、キーノートが生物学的な限界を超えて意識と感覚が上昇する人間の需要能力と、そんなようなところでございますね、うん、だから、そうですね、はい、そんなことですか、うん、生物的な限界を超えてっていうのはその肉体とか、はい、なんか社会から求められる役割みたいなものを、ね、うん、外しちゃって、ね、個人の気持ちだけがふわっと吹き上がってる、そういう感じですね。自分の内面に充填するという部分もあれば、それを同時に吹き出すというようなね、うんうん、社会と関わらないってわけではない、関わらないってわけじゃないですね。でここで紅葉のところに再出発の可能性の期待ってあるんですけど、はい、再出発っていうのは、その26度からテーマとなってる伝統っていうのがあって、うんうん、それにまあ乗っかって何かやるよっていうふうにしたわけですよね、うんうん、そうじゃなくて、うん、そうするとそこでどうしてもこう何か自分がやるっていうことについての限界が見えてしまう、うんうん、あ、はい、うん、27度でったらその自分がそうやってその文化の共同体なんかにこう、うんうん、じゃあもうそれはすでに俺がやってることはやって、うん、そっちでもやられてることだから、先立ちはそういうことはもうずいぶんやってきたことだからと、そういうことを分かってしまった後に、うん、じゃあこれをどうやって今度は乗り越えるかという、はいはいはい、でそれを乗り越えるには普通のあり方じゃダメだから、うん、もう一回こう気持ちを向上させないといけないんだと、紅葉ですね、紅葉か、紅葉ね、盛り上げていかなきゃいけないんだと、そうだな、そうするとここ人で説明した方が分かりやすいんですかね。その方がいいんですかね。いいか、どうでしょう。具体例の方がいいです。あ、そっか、ロマンスっていうのもちょっと出てきてるんですけど、紅葉って言うとやっぱりロマンス、まあラブですよね。ですね。そういうものがあると胸を躍らせるって出てますよね。その
まあ、いわばその、うん、恋をすることによって、うんうん、こう自分が高まる肺になってしまう、はい、あ、肺か、うん、恋愛の力強いですよ ね、 すね、エステ行っても変わりなかったね、うん、あの、まあ、自分がオールドミスなんで言っちゃいますけれども、ね、ちょこっといい気持ちになっただけでグッてきますよね、うん、そういう風になってる女性のイメージと思えばいいんですか、ですね、そんな風にしてたら、もちろんそんな、うん、だから顔つきも変わってきたっていうのは、うん、その何、生物学的な限界を超えたとは言いませんけれども、ね、そうは言いませんけれども、少なくともなんかそのラブとかそのワクワクとかそういったものに、ワクワクなんだ、ワクワクその胸を折らせてるわけですけど、そういったことによって高揚することで、うん、じゃあもう一回その、うん、26、27的なそのね、うん、文化絵の関わり方っていうのを高まった精神状態で受け入れていこうと、はい、そういう高まってればどんな現実でも受け入れられるよねっていう感じですよね、まあ、本当そう、そ今まで味気ないものがちょっと色合いが違って見えてくるわけだ、そう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 、わかりやすいですね、意識と感覚が上昇するというのはそういうことであって、うん、その生物学的な原点の、うんうん、自分のだから知覚のレベルが上がるっていうことですね、うん、あ、なるほど、認識の度合いがだって変わってくるとかね、うん、よくね、なんか成功法則とかでね、うん、ワクワクしましょう、ドキドキしましょうって書いてあるけど、ね、あんなんじゃダメで、ちょっと一回恋してみただけで全然違うじゃん、そうですね、そういう範囲な状態ですよね、うん、なんか成功哲学に引き合いに出したら、うん、まさにそんなこと、うん、そんなことセミナーで学ぶよりも100回恋してこいとか言ってるのと、うんうん、同じレベルになりますけど、うん、ワクワク度数って呼んじゃっていいですか、その方がわかりやすいかな、うん、ワクワク度数の、紅葉って書きましたけれども、ワクワク度数として捉えてください、うん、ギャルはこれで覚えてください、はい、おじさんたちは紅葉で十分ですよね、でまあ、もっと範囲になったところで、うん、新たに文化の所作を受け入れていこうという、うん、ね、うん、そしたらそれをちょっとイメージしてる、どういう人が出てますか、有名人でですが、うん、まずはそれがヨハネ・パウロ2世ですね全然イメージが分からないイメージ湧かないのかもしれない、2世、あ、今の、まあ、ちょっとあれだけどイタリア人でちょっと問題とかスキャンダルもある今の方ではない、前の方ですよ ね、うん、この方マザー・テレサと会談したり仏教者たちともなんかサミット持ったり、かなり世界飛び歩いていろんな人と交流してるっていうことですよね、うん、その活動というのがだから、うん、その、自分の限界を超えた、うん、トランセンディングな活動であるという、うん、キリスト会を、キリスト教的な世界の、うん、カトリックの、ね、トップの司祭なわけであって、うん、そんでもって、うん、まあ、それはバチカンの王でもあるんだけれども、うん、まあ、そしたらその、うん、外交的な態度っていうのは、うん、あちこちで世界各地でそれを示さなければいけないわけですよね、うん、はい、そうだけれども、うん、どうしてもそれが単にその、うん、カトリックのトップというような視点よりも、うんうん、その超えたアクション、そうですね、政治行動になっていって、そういった可能性を自分がこう開いていっているという、うんうん、そこには何が基本にあるかといったら、ワクワクなんでしょうねっていう、だからあれだよね、いろんなものと宗教の枠組み乗り越えて結びつきたいみたいな、そうそうそう、そこに自分が強く楽しんでそれも行ってるんでしょうねっていう期待が機会で感じが、うん、出てるんじゃないか、現れてるんじゃないかなって、宗教的高揚感もちょっとあったんでしょうね、そう、もちろんそうでしょうね、パーソナリティとして出てくるんだとすれば、うん、そういう可能性っていうのは、うん、あるんじゃないかなっていう、うん、一つの分かりやすい例としてこういうのがあるかなというところですね、うんうん、あとはどなたいらっしゃいますか、この時、うん、ここちょっと語りにくいかな、ホーチミンとかっていうのもありますけどね、そうですね、ここはこういう高揚感ってどこに現れる、高揚感っていうのはだからどうなんですかね、うん、例えばそのホーチミン、じゃあね、なんですか、ベトナムを、うん、制圧するという、制圧でもあり解放でもあると思うんですけども、まあ、タイ
あのアメリカみたいな大義名分もありましたよね、うん、とりあえずね。まあ、そうですね、うん、そんなところについて、うん、じゃあ、うん、どうやって関わっていくのかっていう、それはでもやっぱり、うん、あのそれでもあの、うん、ベトナムでの民族的なその、うん、なんかアイデンティティをどうやってじゃあ、うん、あのもう一回自由するかっていうところに一応、うん、あのフォーカスがあるのかなという、うん、そんな感じを、うん、まあ受けなくもないなって解釈はできなくもないなという、うん、まあなんとなくそのかなり研究深いかもしれないんですが、うん、思ったりはしますね、うん、近いところでポルポトもいますから、うん、だからこの後出てきます ね、あこの後かポルポトは、うん、そうですね、何か違う、うん、違いますけど、西田生太郎、生太郎ですね。これじゃ禅でしたね、禅ということでしたっけ、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、ファイルに出てこねえですね。出てこない。5月19日が私の方が、うんうん、と待って、ね、切ってもらっていいですか、ね、いや、いいんだ、いいです。そうだな、ポルポトもそうだし、なんかやってる行動内容は真逆に見えて、ポルポトは あの、うん、双子で出てくるんで、あ、双子座で出てだから、あ、そうそう、まあでも話、まあ、一応それは明言しておきます、ねうんうん、話として違いますよっていうことで、うん、この度数じゃないですよっていうこと。ああそうだ、うん、なんでホーチミンの後に乗ってんだら間違っちゃった、ここ、え、5月19日誕生日って言ってるんだけど、ここねえ、これ、うん、あ、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、合ってるんですよ、ごめんなさい、ポルポトがここなの、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、うん、あ、ごめんなさい、うん、ここはあれ、うん、切るね、切る、うん、どっちだっけ、ポルポトこっち、こっちだって、そのそっちの説を採用したと、あ、そうだ、あの、その2つ説があるんだ、もう一回あって、うんうん、で双子に出てきちゃいがちだったんだけど、うんうん、そっちで、うんうん、双子で書いたのは、うん、あのそれじゃこういう説もあるんだけども、うん、こっちの説を採用したよって、うん、そこで言ったりして、うんね、すいません、うん、間違えました、そう、もう一回切るところまでちょっと黙って始めるか、ホーチミンとポルポトってセットで語ることできるのかな、どうしましょうね、どうしようかね、やってること対極なんだけど、まあ民族運動のうねりの中で出たっていうのは、ね、ホーチミンがむしろベトナムを、うん、だからアメリカと戦って、うんうん、あのベトナム革命を指揮した、うん、じゃあアメリカ、うん、反アメリカというところでは、うんうん、まあ、広い活動をしたというふうには言えるわけじゃないですか、うんうん、もう喋っちゃってんな、いや、ここから喋ろうか、ホーチミンがやったことっていうのは反面、うん、アメリカで、まあ、いわば、うん、あのそのアメリカの植民主義、うん、政策に対してベトナムを解放したというような、うん、ベトナム革命を指揮した存在っていうことなわけですよね、うん、一方でポルポトっていうのもここの誕生日なんですよ、ね、同じ誕生日も一緒だし度数も一緒だっていう、その時に、うん、何かっつったら、うん、もうあのカンボジアで大虐殺をし したって、うん、そういうね、存在なわけですよね、うん、これは別に反アメリカでも何でもなかったんですか、ですよね、その政治内政になんか干渉され されたとかいうのではなく、うんうんうん、あの非常に内側の営みの方が強いでしょうね、うんうん、でも本人的にはというか、なんかその拡大していく時とか流れに乗ってる時にある種の 虐殺すら高揚した精神の中にいたって考えられるっていうことかもしれないですよね、うん、だからあの、うん、プロポトがやったことは結局はその、うん、なんすか、共産主義革命であったわけです、うん、それを目指したわけですから、うん、まあ、その思想の追求の中に、うん、イデオロギーの追求の中に、あの、うん、熱狂さっていうワクワクがあったのか、うん、まあ、高揚はあったんだろうなと、うん、行動はそうで、うん、じゃあ実際に虐殺とかそういったようなね、うん、粛清とかいったような、うん、活動っていうのも、まあ、そんな風に現れたっていうのがあるのかなと、わかりました。じゃあここのところに黒暮れの太陽とか黒暮れの月が来た時には、うん、で始まりやすいって考えてみるのかな、うん、かもしれないですね、高揚してる雰囲気の中にいますよ、うん、実にね、うん、それは実際に、うん、あのお客様が鑑定されたっていうのがありました、ね、そうですね、なんか女性性をね、あの割とうまく使ってる方多いですよね、
あの気持ちを自分で持っていくことができる。ちょっと落ち込んでても、うん、あのじゃあこの後ライブ行ってきますとか、あの切り替えますみたいな感じで元気よく飛び出していく人多いですよね。なるほど、うん、だからコントロールね、そんなセミナー行かなくても自分 で開発できてますみたいな感じの方です、ね、なるほど、うまくまとめていただきましたね、うん、ありがとう。嘘ついてるわけじゃなくて実際降りましたので、ね、次がじゃあ29まで29でよろしいでしょうか、うん、はい、はい、次は俯瞰って入ってるんですけれども、はい、これなんだっけ、対局をどっか斜め上から見てるような、まあ、って鳥が長官図です、鳥が長官、長官か、まあ、まあ俯瞰なんていうんですけど、うんうん、まあ、高いとこから見下ろすというような、ね、はい、ですね、で対局観を手に入れようとする試みと、うん、と書いたわけですが、うんうん、自分自体がテーブルに働いて、うん